にしかお届けしていくわけですけども。<laughs> はい。えー、じゃあよかった。今日,今日のテーマ発表してください。はい、今日のテーマはーデートで行きたいところ。出ま,出ました。出ました。びっくりしました。<laughs> デートで行きたい場所はいということで皆さんメールお待ちしております。はい。 メールアドレスは 761‐FMCOSA.jp761‐FMCOSA.jp また皆様からのメッセージや曲のリクエストもお待ちしておりますメッセージやリクエストは f m コザのホームページから直接送ることができます番組表の番組名をクリックしていただくとメールフォームが開きますのでそちらからもお気軽にご参加くださいはい、はい そして FM 小田ではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。そうですそうです。FM 小田のホームページから簡単に見ることができるので、そちらもお楽しみください。はいえー、っとですね、うんうん、この木曜日ゆかちの担当の時はですね、なんといってもダンスがありますので、はい、ラジオのお聞きの皆様もしよければですね、うんはい、まあ余裕があれば、うん、FM 小田のホームページから動画も見ていただきたいですね。はい ゆかちのダンスはもう評判ですからいやいや踊りませんよいええサーカス雅人さんはじめまして愛知県岡崎市から聞いています仕事柄イオンで仕事してますがすげえな地元企業のスーパーにイオンが入り名前は地元企業の名前のままとかですねってあ多いんだねえ三重のイオンはイオン桑名ですが皆さんは マイカルクワナと言います。ああ、ありますよね、そういうの。はあははあ、うん,うんうんうん。なるほど。そうでしょうね。地元企業の名前のまま。うん,うんうんうん。前の。あります、あります。ね。わからん。でも、ぐしかもね、看板違法に変わってるけど、みんな、ね、ジャスコって呼び続けますもんね。そうだね。うんうん。それみたいな感じですよね、きっと。まあ、それとちょっと違う気がする。<laughs> <laughs> 青 <laughs> いさニかずさん。はい、三重コンベンションシティは三コンですよって、本当。これぐらいだったらいいですよね。役した海がコンベンって言わないんだ。あ、じゃ、コンベンはあるか、コンベンションシティか。うんうん、コンベンションセンターか。そっか。はい、<laughs> じゃ。は <laughs> <laughs> い、全然わかんない、ついてきてないな。うん、はい。はい。あ、今日も。 8時からえ何ですか？何で <laughs> この番は。<laughs> 今日も8時から10時までの2時間生放送、うん、元気に楽しくお送りしていきますので皆様最後までお付き合いください。さあさあさあ今日のオープニングナンバーいきますねマイディサイラス。ウェイ King <laughs> <ball>. <laughs> <laughs> 時刻は8時16分を回りました。沖縄市中央パークアベニュー入り口国道3 3 0沿いにあります。FM 小座のスタジオから私ゆかちと山内がお届けします。びっくりした。ぼーっと <laughs> してました。<laughs> <laughs> そっきおしゃべるのに <laughs>、はいえー。青いそにこさん、青いそにこさん。うんうん。ついたので仕事してきます時間まで千葉りようということでありがとうございます。うん、そしてさいがさん。うん、えー。仕事を頑張ってきますゆかち山内さん千葉りようということで。 はいではあららがまさいがわさんも今日頑張ろうダンスをいします解説はいせーのはい袖まっくりはいはいあっ違いなう海しか言ってないですねラジオ聞いてるはい頑張るきよ」の「きよ」 気を元気玉を力力力はいお届けしましたか届きましたでしょうか届きましたかソニカさんとサイカーさんサイカーさんうん皆さん今日も頑張りましょうねうん頑張ってくださいは正義さん今日も一日頑張りましょう yes はいうんよろしくお願いします皆さんもぜひその地域のですね天気を教えてくださいはいはい お願いします、うん、この時間は沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えしますまずはお天気からです、うん、今日は1月28日湿った空気の影響で沖縄本島地方と先島諸島は曇りで先島諸島ではところにより一時雨が降るでしょうはい、はい、そして今日の本島中南部の天気は曇ってますよね 曇ってますね。いや曇りで帰ったして。え曇り。はい。風は。はい。南東の風やや強く。波の高さは1.5メートル。後に2メートル。降水確率はこの後昼の12時までが10%。うん。昼の12時から深夜12時まで20%となっております。はい。雨は降らないけど。そうですね。降らないけど曇ってますね。曇ってますね。今まも降りそうですけどね。うんうん。はい。はい。 日中の最高気温は二十三度。ちょっと暖かくなってほしいですね。南東の風ですしね。朝は寒かったよね。朝、でも今日暖かくなるよって聞いて、そうなんで、もう迷って買わなかったんですよ。あ次、厚い服。でもね、来週から多分ちょこちょこ寒くなるはずですよ。はい、皆さん。 お気をつけてお気をないの <laughs> そうですねマイルフルも流行ってますしねはい,、はい、い風に気をつけて、はい、お過ごしくださいはいはいそして、はい、道路交通情報をではないですよねいやまあじゃあ、はい、天気いきましょうか皆さんの全国の天気お伝えしたいと思いますはい、はい ちゃんかさん、いかちやばちさん、うん、皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝の中屋は寒い朝です。うん。が、快適な快晴です、うん、ということで。はあ、いいですね。いいねうん。それで快晴ダンスしましたよね、さっきね。 こっちは曇ってたけどこれ改正だそうなんですか、はい、ちょっと行こうからな <laughs> <こ>かった <laughs>、えー、最後の7端はい、全体的に曇っております、うんえー、リオンさん出勤途中ですが沖縄そんだ信号付近は曇りです <laughs> 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 あそんだは曇ってんのか前あれでしたね南インタ <laughs> 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 めっちゃ近い <laughs>、えー、そして えー、n u J. さん、おはようさんです。うん、おはようさん。今朝も横浜は快晴、今朝、うん、最高気温は十三度。うん、あ、じゃあ、あこの横浜とか本土にしてはちょっと暖かい感じかな。うん、うん、うん、ね。はい。はい、以上かな。はい、以上ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん。はい、うん。はい。はい、以上、お天気情報でした。はい。 はい続いて道路交通情報をお伝えします。えー、まずは自動車道、うん、沖縄自動車道はい沖縄自動車道、はい、今は、えー、沖縄北インターチェンジ付近から沖縄北インターチェンジまでが工事のため追越し車線がい、ねはい、追越しねはい追い越し車線規制中となっております。 これ、そっちで。<laughs> これ、何回もあれですよね。うん。呆れますね。<laughs> <laughs> えっと、石川。石川インターチェンジ付近で、下りで故障者があります。ますね、はい。お気を付けください。はい、ええー、夜間インターチェンジでは渋滞、今なっていますね。うんうん、はい。はい。そして。はい。夜間インターチェンジ付近で、上りも下りも両方。 対面通行となっております、うん、そのためのうん、うん、多分これは渋滞ですね,ですね、うん、はいありがとうございますでは、はい、一般道行きますね、はいえー、沖縄市内目立った混雑渋滞はありません図、うん、ケラン、えー、入り口ですねこれは図ケランの三、えー、サ,サロで沖縄市向け若干混んでいます図ケランの三サ,サロ沖縄市向け 若干混んでいます。そして国道五十八号線牧港ぐすくま館。若干渋滞しています。皆さん気をつけて。通行していただきたい。はい。と思います。はい。いはい、安全運転で。お過ごしください。はい。はい。エフエから見えるお天気ですが、曇っております。うん、はい。うん。もう空が見えないぐらいですよね。空見えないですね。今日は結構厚い雲に覆われていますが。うんうん、はい。はい。ちょっと。 うんなんていうのあんまりこうスカッとしないねはい雲雲です雲雲はい国道三三まは<ら>はい車の流れはスムーズですスムーズですねはいはい今日も一日安全運転でお過ごしくださいはい以上はいドロコツ情報でした。 時刻は八時二十三分を回っております。はい。はい。沖縄市中央パークアベニュー入り口国道三三丸沿いにあります。FM 小ム座のスタジオから私ゆかちと。山内がお届けします。はい。うん。あ、メールをご紹介します。えっと、今日はテーマ。デートしたい場所。わあ。びっくりした。変な <laughs> <laughs> <ド>。そうです。はい、あなたがデートで行きたい場所を募集しておりますよ。はい。はい。 えー、早速、うん、メール頂い,いてるのでご紹介しますはい、はい、小田のすけさん、うんうん、ありがとうございます山内さんゆ果ちさん皆さんおはようございます、はい、月曜日の前オハシスで陸上自衛隊の皆さんの定期演奏会のチケットのリスナープレゼントをゲットしたのですが、うん、月曜日の夕方に FM 小田からメールが来てました<う>小田のすけちゃんチケット取ってます <laughs> はい 2人に来てねとのことだったのですぐに行きましたが、うん、ちゃん付けが恥ずかしかったです笑い<笑>誰だろうな、ね、メール出したのその子さんかな山内さんかな意外にも演奏さんだったりして<あ>笑い僕ではないですよさてさてさて前振りが長くなりましたが、はい、今日のテーマデートで行きたい場所、うんはい、沖縄子供の国ああなるほどめっちゃ行きたいんですけどねお相手が いないだけです。子供の国ね。うん。確かに。あそこいろんなイベントやってますし、うんうん、僕クリスマスファンタジーっていうの行ったんですよ。あのキラキラ。キラキラ、レーザーショーとか。うん、雪が降ってたり。はあ、うん。そうそうそう。行ったんだけど、子供とね。んうんうん。あのー、カップルもとっても多かったですね。あ。こなしカップル。こなしカップルって言うな。なんでこなしカップルって。<laughs> <laughs> こ、子連れじゃない。

お相手見つけられるように頑張ります。あ、頑張りましょう。お互い、はい、お互い。どう、どうだ、どうだ、なん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 だ、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、そして、えっと、コメントも来てるので、紹介しますね。リスちゃん、無理めの新規の女性とのデートは、猫カフェに誘うといいことがありますよ。猫のフェロモンが女性に火をつけるそうです。うん。 なるほど猫カフェどうですかどうですか私あれですね好きな猫が好きな人だ女性だったらいいのかもしれないと思いました、うん、でもあれなんですよ猫とかペット基本普通なので、うん、の普通あんまり好きじゃないな,んなのであんまりあれです猫見てもキャーってならないです違う猫見てキャーってなるんじゃなくて,ななくて多分ねこれ本能的なもんですよだからムラムラくるんじゃない女性が 猫うん <laughs> いかがですか皆さん<え><え>皆さんどうですかうん、うん、猫カフェ行ったり猫のそばにいるとムラムラきますかねどんなでしょうねあるいはときめくとかドキドキしちゃうとかそういったことかねわかんないです猫ねでも猫今大人気ですよわかります癒しちょっともうこの辺に乗っとこうかなと思って 猫のこの癒し。俺は犬派か猫派かだというともう完全犬派なんですけど。私も私犬です。でしょ。だけどもお最近猫派に変えようかなと思った。癒しを求めて？いやいやこんだけみんなが猫派って言ってるから。乗り <laughs> <laughs> に乗って。乗りに乗って。<laughs> ねよくわかんないです。<laughs> は,い、はい。それでは次のコーナー行きましょうか。はい。はい。ええー、それではここでこのコーナー みんなで元気に内縄口ラジオ体操の時間です 時刻は8時30分を回りましたこの時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしますまずは沖縄タイムスの社会面からです防災無線で事件情報沖縄署三市町村と各所という記事からです 沖縄署は27日、殺人や強盗などの凶悪事件が発生し、容疑者が逃亡している場合に、各市町村の防災行政無線を使って、地域住民に情報を発信する各所を沖縄市、北谷町、北中城村の3市町村と締結しました。被害者の 特徴や発生場所など迅速な情報発信が可能となります県内の警察署では初めての締結となります続いて地域面よりスマホに興味津々ウルマ障害者協で教室という記事からですウルマ市障害者福祉協会は18日から3日間 市の健康福祉センターウルミンで障害者を対象にしたスマホ・タブレット教室を開きました県や市の生活福祉訓練事業で講師を沖縄市シルバージンザーセンターが担い沖縄セルラー電話が講習用機器を着用しました 午後7時から2時間の3日連続の講習には、聴覚や手や足の不自由な市民14人が参加し、手話通訳もつけられました。続いて、琉球新報の社会面から、広がる子ども食堂、高齢者・障害者も参加、かきねこへ交流という記事からです。 沖縄市銀店街の空き店舗を活用した子どもカフェは子どもフードバンク沖縄代表の砂川さんが主催し火、木土曜日の午前午後4時から6時、開所します。小学生なら誰ででも参加でき、同行した母親や地域の大人が、 ボランティアママとなってサポートします。商店街の清掃や高齢者への贈り物を作るなどして子どもが大人と関わることで地域活性化につなげる考えです続いて市町村面から「科学の鉄人金城さん優勝」という記事からです 全国から科学実験賞の達人が集まるサイ,レンサイエンスプレゼンテーション「科学の鉄人 in 沖縄」が24日沖縄市体育館で開かれました空気や音光など身近な素材が意外な変化をする不思議を披露し審査の結果県内から初,初出場の県立総合教育センターの 研究主事、金城安信さんが優勝しました。科学の鉄人は今年で14回目で、県内では3回目の開催となりました。大会には全国から14組の応募があり、実行委員会でファイナリスト5組を選抜し、最終決戦を行いました。 以上この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしました。 ここで一曲お届けします。はい。あ、まあその前にちょっとメール来てるので紹介します。はい。え、青野軍団さん。うん。ゆっこっち。うん。体操しようぜ。体操？体操。あ、体操はい。ねえ。はい。そう。選手も言われてね。選手も言われたね。しますとかって言ったのに。ねえ。全然やんね。ねえ。はい。調子のりこなので。そうです。調子のりこなので。はい。ね まだまだこのようにメール募集します。はい、はい。今日のテーマはデートしたい場所。皆さんのねデートしたい場所。はい。年だし募集しております。うん、メールアドレスは七六一アットマーク f m k o d a d j p 七六一アットマーク f m k o d a d j p チャンネルはそのまま f m k o でお楽しみください。はい。あまあ、はい、今曲あ曲行くんですけど。<laughs> ごめん。いい <laughs> はい。 えー、ブラックアイドピーズで、うん、I got the feeling. 時刻は8時42分を回りました。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330沿いにあります。FM コザのスタジオから私、ゆかちとはい、山内がお届けします。まーす、はい。はい、それではここでこのコーナーです。今日きょ,きょ,きょは何の日 <laughs> <laughs> はい、えー。1月28日木曜日。 早いね、もう一月終わりですよ。よはい、終わりですよ。十二分の一が終わりましたね、一月、ね。十二 <laughs> 分の一。はい。えー、旧暦十二月十九日。はい、土の鳥、土のと鳥の日。<お>はい。那珂市で。満潮時刻は九時五十分と二十一時四十分。干、はい、潮時刻は三時三十一分と十五時四十五分となっております。なるほど。はい。そして今日は県で。長寿。 危機緊急アピール男子平均寿命4位から26位に転落が2003年の今日、はい、健康沖縄が危ぶまれていますからねよく CM でも流れてますねん4位から26位沖縄県は何<ん>だっけ何か言うよね歩かない県なんだみたいなん車社会ですもんねはい、はい、まあ内地の人も歩かないでしょ そう、ですみんな歩かないですよね。<laughs> そして。さん来たはい。はい、あ、その他の記念日ですが。はい、はい、沖縄手帳以上です。えっと、うん、その他の記念日ですが。はい、初不動。あ、コピーライターの日。鶏の日。<laughs> <laughs> が毎月二十八日になってます。日に増えですね。はい。はい、そして今日はなんと古事記が完成しました。なんとあの古事記はい。七百十二年、うん、今日そして江戸幕府が初めて、はい、あれですねあの動物哀れ 種類、アールミです。<類>あの、はい、読めなければ読まないです、ね。千六百八十七年の今日、はいうん、です。あとは歴史系がいろいろありまして、<laughs> 次のも <laughs> ガスト世界で初めて誕生、千八百七年の今日だそうですよ。うん、はい。寒いですもんね。<laughs> いや違うよ。そのガストじゃない。<laughs> あ,違うあの伝統。<laughs> 今はほら電灯でしょう。うん、こう道路に立ってるのが、はい、明かり。うんうん、これがね昔はガス灯だったんです。ガスを使ったこのなんていうの道路の明かり。へえ<ー>。どうなんでしうね。ガってんです。わかんないです。いや今言ったでしょ。えいや。ね。わかんないです。わかんない。<laughs> こんだけ丁寧に説明してわかるんないですって思った。<laughs> すげえな。 伝統の前バージョンですねじゃああ言いましたよねはい <laughs> そして、はい、<laughs> そして、はい、えー、今日はですね、うん、はい誕生日、うん、クローポップラ、うん、花言葉は勇気、うん、はいいいですね勇気はい以上今日は何の日のコーナーでした、うん、はい今日のテーマなんですか今日のテーマはデートで行きたい場所はい、うん 皆さんメールどんどん募集しております、はい、メールアドレスは 761-fmkosa.jp 761-fmkosa.jp 76までどしどし送ってください 時刻は八時四十六分を回っております。はいはい。今日のテーマはデートで行きたい場所。はい。はい。えっとね、まあこれちょっと関係ないのかな。はい。メールも来てますね。うんうはい。湯川さん山内さんおはようございます。沖縄市のミンミンです。はい。車から手を振ったのは私でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 顔見せは恥ずかしいから手だけの参加笑いい,やい,やいつもねいつも来てるじゃないですか今はい山内さんちょうど「ギノワン聞いてたら番組終了時、はいうん、明日は金曜日フリーでお待ちしていますなどと普通に言っていましたねさすが山早コンビでしたそうそうだから曜日感覚が狂ってるって話したじゃないですかはい、はい、これ昨日の絵うん、うん こんなって言っちゃったんですよ水曜日なのに明日金曜日ですよって<ー>そうそう本当に金曜日だと思ってた俺強化。で今でも若干ちょっと金曜日じゃないかなって思っているま金曜が好きなんじゃないですかねなん <laughs> <laughs> ですか適当な返しを <laughs>、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますみんみんさんみんみんさんうん えー、デートで行きたい場所。うん、はい。ゆかちさん。どこ,いいね、どこがいいかな。どこがいいかな。どこがいいかな。あれですよね、デート。うん、うん。どんなですかね。なんか。 初期で行きたい場所となんかもう立ってから行きたい場所って違うかもしれないですよね、うん、たまにはいいこと言いますねあたまに <laughs> 本当にそうですよね初期で行きたい場所とうん、うん、なんだっけこう長くなってから行きたい場所、うん、じゃあ両方よっか初期で行きたい場所は初期は、うん、美味しいところそれはでもね <laughs> 長く立ってからもですよねですね、うん、この女性としてはどうなんですかねその やっぱ考えるのだってほらなんとなくこのデートプランを考えたりするのって男性が多いじゃないですか女性は割と受け身でしょうあでも人によりますよねまあしょじゃ特に初期の場合初期の場合は割と受け身でしょう男性が張り切りますよね違うか女性なんていうかな,なんとなく決まってるじゃんうん、うん、決まってますね、うんうん、男性が仕切るよみたいな 俺は別に女性に仕切られても全然問題ないんだけどうん、うん、その初期の段階でやっぱ考えるんですか明日デートだなってなった場合これ初期ですよ本当に、うん、初期はどこ連れて行ってくれるのかなとか予想するわけですかあ予想しないですうんそうなのうんうんあれどんなどんなだったかね あれ、でもなんかこう張り切って考えてくれてるから、うん、なんか、あ,あ、うん。つい、ついてく感じかもしれないです。あ,はあ、は、う,うん、うん。なるほど。うんうん、で、初期で行きたい場所とかは。初期で行きたい場所は、うん、あの、やっぱり。あの、美味しい。<laughs> <laughs> どう。皆さんいかがですか。<そう> <laughs> また皆さんによる。じゃあさ、はい、この、今。 安定していって、まあ、長くなって付き合いもお付き合いもねそして行きたい場所ははやっぱりおいしいところなんですけどあの <laughs> <laughs> とか、うん、ゆっくりできるところとか旅行もそうですし、うん、なんかそんな人がごちゃごちゃしてないとこあでも何かも行ったりするんですけどでも。うん 人、でもライカムごちゃごちゃしてても、ちょっとゆっくりはできるよね。そうですよね、疲れたら、ソファーで待ったりしたりね。ですよね。うん。うん。それはある程度、気心が知れてないと難しいかな。そうでもないよね、でもね。若いカップルいっぱいいます。はい。皆さん、どんなですか。答えが定まらないのに、てしまうという。この優さん。あ、でも、アロハさんが。うん。 あれですよ。何？今日のテーマデートで行きたい場所。うん、理想的には千葉海水族館と時期的にヤンバルの桜祭り。桜祭りとかいいですね。<ん>桜祭りとかいいですね。いいですね。桜祭り。なんでですか寒いから？ュラ水族館桜祭り。行きたいっちゃ行きたいね。うん あ、桜祭りとかいい気がします俺初期だよでもこれは行きたくないな、うん、初期どんなとこ行きます初期はうん、うん、もうリアルで行っていいリアルで <laughs>、うん、もうその時はどうなんですかもうなんていうかなうん、うん、最後までやってるんですか設定としてそれとまだそれでだいぶ変わりますそれでだいぶ変わる <laughs> <laughs> もうそれは済ませていることは ことは済ませている?。どっち?。どっちでもいいです。設定。設定どっちですか皆さん。じゃあ、済ませてない方。はい。済ませてないと。やっぱり。早く済ませたいので。あの夜デートになりますね。夜からスタート?。ドライブ行って。まあ、夕方ぐらいから。ドライブ行って。じゃあ、ちょっと軽く飲もうかみたいな。軽く飲む。うん。 <laughs> 違うか。初期デートそうだそうですよ。うもうね。違うか。もう忘れたね本当にね,ね。場所っていうよりもじゃドライブどこでもいいからドライブしてで,しですね。まあ目的はだからもう場所とかねうん、うん、ではないので。<laughs> ねもうテーマ場所なのにね <laughs> 目的場所じゃないとか言って始まりましたよまたね。はい。 はいえー、アルファインクさんまた来てますねうん、うん、実際には「背中島と豊崎、うん、チャッターアメリカンビレッジイオンライカンまでが移動距離的に限界やな」って来てますねうそうねあのー、やっぱねドライブ、うん、ドライブすると割と俺仲良くなれる気がするんですようん、うん、あでもドライブいいですよねいろんな話できるさだから そこに持っていきやすいかなと思ってそこに持っていきやすいんどうでしょうかうんでもドライブはいい気がしますいいよねだから僕はやっぱねそのデート初デートにすればよかったなこれな初デートうんそしたらまたほら絞られていい感じんデートだから迷うんだよ だそうですよ <laughs> そ,うそうなんですかね。テッドがもろおかしさん、うんはい、初期海へドライブ晩年温泉へゆち、えー、ということで晩年温泉晩年はね要するに温泉へ行くといいですね沖縄は温泉あんま入らないですもんねだから内地に行くからだからやっぱりある程度ちょっとたったカップルじゃないと厳しいんじゃないうん うん、いきなりじゃあ何もしてないのに、うん、温泉行こうとかはならないでまだやっぱそこが一番の大きなテーマじゃないですか壁というかそこを乗り越えてからのうん、うん、もろもろでしょデート行きたいとかはうん はい全 <laughs> ピンときた <laughs> ピンてない <laughs> ね<え>メールも来てますよはいメールご紹介しますうん、うん、ミンミンさん、うん、ミンミンです初期で行きたい場所はディズニーランド行きたいないいですねでも初期だよ初期あでも近かったらいいけどああっていう問題ですそうだってさ初期だからちょっとねうん、うん、この何キーはもうマックス使ってるわけですよわかるあの行くちは全然 いつでもキーは使ってないと思うんだけどいやいやでもそのディズニーランドとか旅行になってしまうからってことですねそうそうだって飛行機じゃまずはね沖縄の場合飛行機でやばいですそれまでね気心知れてたらいいですけどなかなかね気使ってしまって大変もぐったりですよディズニーはいいけど初期ではなくてちょっと経ったからもちろんはいだと思う 続きありますよみんみんさん後期だと山内さんの行きたい場所ならどこでもお任せしますよハトって僕はねでもドライブでね行きたいのがあれなんですよやっぱりえっとんだっけ池島とかこの車で行けると郡島郡島もいいじゃないですかいいですいいですあと南部とかね南部とか南部大島もいいっすよ大島大島行って今度 うん天ぷら,天ぷらうんいいですねいいですねあでも一掲島とかいいかもしれないです海中道路の向こうとかそうそうそうあっちに、ね、景色もとってもいいしあの昼もでも夜でもいいですうんなんかいいぐらいですよね人の多さとかいいいいそうそうそう,う,、うんうんうん、確かにあの辺いいかもしれないですで、うん、夜とか行ったらね、うん、ちょっとしたトリップ感があるんですよなんていうのあるかもしれないうんうん 果てに来ましたみたいな。はい、うんうんうん。誰もいないし、この電街灯もあんまりないからね。なんかね、すごい遠くに来た感じがするわけ。ありますね。でもね、近いし。近い。なかなかいい場所だと思いますよ。小沢之介はだからちょっとそういうのをやってみたら。あ、小沢之介さんね。うん。車持ってるし、ちょっとドライブ行こっかっつって夕方ぐらいから。 夕方ぐらいから。うん。行ってみてください。うん。確かに海中道路の向こうらへんいいですね。いいですよ。うんはい。はい。そんなもんですかね。はい。まだまだメールを待ちしておりますよ。うん。はい。メールアドレスは七六一アットマーク fmcoda ドット jp 七六一アットマーク fmcoda ドット jp まで皆さんどしどし送ってください。はい。はい。この後と九時台はハイサウキナシティ。 そして今日はですねゆかちの一品というこのコーナーもあります今日の一品は何ですか今日は美味しいコーヒーをご紹介したいと思いますそうですこれはですねゆかちが今まで飲んだこの美味しいコーヒーコラはうまいっていうのを紹介しますねはいキラン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 どういうギオだろうはいなので皆さんぜひぜひ まだまだ楽しんでいただければはいチャンネルはそのままこの後も FM コーダーマイワシスでお楽しみください 時刻は九時を回りました、ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは、沖縄市の役立つ情報を、沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。<laughs> はじめに、介護予防・日常生活支援総合事業の開始のご案内です。 平成28年1月より、これまでの介護予防教室、活動に加えて、65歳以上の方や、要支援認定を受けた方などが参加できる、介護予防教室の開催と、活動に順次取り組んでいきます。また個人や地域で取り組める 介護予防と生ききがいいいりのご相談やお手伝いを行っていきます沖縄市では、筋力アップ等を目的とした教室、高齢者天板教室等、生きがい作りや仲間作りの活動、高齢者生きがい作り支援事業等、地域や仲間での自主活動、生き生き100歳 体操の普及等などの活動を行っております詳細は高齢福祉課地域包括支援センターまでお問い合わせください、うん、続いてがんに関する不安や心配ごとの相談窓口のご案内です看護資格を持つがん,けん経験者の相談員が がんに関する様々な不安や心配事について、一緒に考えお答えします。相談料は無料、秘密は厳守します。曜日、時間は、火曜日、金曜日は午後1時から午5時、水曜日は午前10時から午後2時までで、相談方法は電話または来所、場所は琉球大学、 医学部附属病院三階。詳細は。沖縄県。地域統括相談支援センター。電話。九四二三四零七。九四二三四零七までお問い合わせください。続いて。続いて平成二十八年度。 海外姉妹都市大学、短期大学、留学生、助成金受給者募集のお知らせです。沖縄市の海外姉妹都市、ワシントン州、レイクウッド市にある大学。短期大学へ留学する方に助成金を交付します。募集人数は二人で。助成金額は。 月額6万円。助成期間は2年間となっています。募集期間は1月18日月曜日から3月4日金曜日までで、留学説明会は2月10日水曜日午後6時となっています。場所は市役所5階、建設部会議室、申し込み問い合わせはコザインターナショナルプラザ、 電話九八九六七五九。九八九。六七五九か。または。文化観光課までお問い合わせください。続いて琉球ゴールデンキングス試合日程のお知らせです。会場は沖縄市体育館。 琉球ゴールデンキングス対大分愛媛ヒートデビルズの試合は1月30日土曜日が試合開始午後7時1月31日日曜日は試合開始が午後2時となっています入場料は前売りがセンター3000円アリーナ2階ワイドビューエリアが2800円2階ゴールエンド側が大人1800円となっています 当日の入場料についてはお問い合わせいただくか公式サイトをご覧ください。詳細は沖縄バスケットボール株式会社電話八九七七三三一八九七七三三一までお問い合わせください。続いて沖縄市青年フォーラム2016参加者募集のお知らせです。 子どもの町沖縄市の子育て制度や保育園などについて若者同士で自由に意見を交換し保育園や子育てについて語るフォーラムとなっていますテーマは子どもの町、ま、沖縄市零歳から六歳までの子育て制度保育園関係補助金などで内容はしゃべり場・グループ発表などで 日時は2月7日日曜日、午後1時。午後1時、場所は沖縄市農民研修センター。対象は市内在住・在勤・在学の10代から30代までとなっています。申し込み方法申し込み締め切りは1月29日金曜日。申し込み方法はお問い合わせください。い。 問い合わせは沖縄市青年団協議会電話九一一五七五零九一一五七五零または障害学習課までお問い合わせください。続いて沖縄市子どものまち推進アクションプログラムに。 関するパブリックコメントの実施についてです沖縄市では子どものまちを推進する基本的な考え方や子どもに関連する重点事業等を位置付ける計画として沖縄市子どものまち推進アクションプログラムの策定を目指しております策定にあたり多くの皆様の声を参考にさせていただきたく 本事業計画に対すするご意見等を募集します応募資格は沖縄市に住所を有する方事務所または事務所を有する個人法人その他団体通勤または通学する方沖縄市に対して納税義務を有する方で公表および 意見等の提出期間は1月22日金曜日から2月19日金曜日午後5時15分までとなっています。意見の提出方法は、所定の様式にご意見を記入し直接ご持参いただくか、郵送、ファックス、電子メールにてご提出ください。なお、様式については子ども企画課にて配布しています。 また沖縄市ホームホームページからもダウンロードできます詳細は子ども企画課までお問い合わせください以上ハイサイ沖縄シティこのコーナーは沖縄市の提供でお送りしました ここで曲を届けします。ゃ、えー、白こさんリクエストですねポールポール・ポールサイモンで You can call me I! 時刻は9時16分を回りました。9時台も沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330いにあります FM 小座のスタジオから私ゆかちと、はい山内がお届けします。はいもうあっという間の一時間でしたね。はい、うん、ね早いの早いここで沖縄地方の天気道路交通情報をお伝えします。はいはいまずはお天気からです。<laughs> うん、1>, 1月28日 湿った空気の影響で沖縄本島地方と先島諸島は曇りで先島諸島ではところにより一時雨が降るでしょうそして今日の本島中南部の天気は曇り,曇り、はい、風は南東の風やや強く波は1.5メートルの地2メートルとなっておりますそして降水確率はこの後昼の12時までが10% 昼の12時から深夜12時までが20%となっています低めです、はいうん、日中の最高気温は23度暖かく少し暖かくなりそうですでもね今外に出たんですけど寒かったですねまだ日が出てないからですかねね、僕はちょっとね、うんうん、寒がりではあるんで、うん、あれなんですけど体感気温がね5度ぐらいでしたねあーうん じゃ全然ですね予想予報。ただまた気象庁のあれ言ってるね。しかも俺の体感気温ですね。ね。うん。あの昨日も日中は暖かかったので、日中は暖かくなればなと思うんですが。はい。はい。どんなでしょうか。はいなるはずです。なるなるはずではい。以上沖縄地方のお天気でした。はい。はい続いて道路交通情報をお伝えします。はい。 はい。<ら>えまずは自動車道、うん、沖縄自動車道ですが、はい、これも何回も言ってましたよね沖縄自動車道ですよはい沖縄自動車道、はい、え北中城インターチェンジから西原インターチェンジまで上りが工事のため規制中となっております、はい、はい。そして沖縄北インターチェンジ付近から沖縄北インターチェンジまでが工事のため追い越し車線が 規制区となっております。はい。そして石川で石川インターチェンジで下りの方で故障車があります。そうですね。ええさっきからちょっとありますね。ありま時間前から故障車はい。皆さん気をつけて通行してください。はい。では一般道ですが、えっとですね沖縄市内あと周辺ですね今目立った混雑渋滞はありません。 はい、えー、工事の情報をお伝えしますはい国道335線南行き、えー、沖縄市小座十字路から中曽根にかけて工事のため一車線規制されています国道335線南行き小座十字路から中曽根付近近辺ですねにかけて工事のため一車線規制されています、はい また国道五十八号線国体道路ですね、えー、入り口付近で施設工事のため、えー、北向き南行きともに一車線規制されています。はいこちらも皆さん気をつけて通行してください。はいえ今日のテーマは何ですか？今日のテーマはデートで行きたい場所。そうです。はいえ皆さんまだ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 。まだまだ メールまだ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 ,まだ、うん、メール募集しておりますよはいメールアドレスは761アットマーク FM コダドット JP761 アットマーク FM コダドット JP ですバン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 ンバンバンバン 愛しのセシリアっていう曲名なんですけど。はい。サイモンガーファンクルが言いにくかったね。うん。せっかく曲名ね。言いやすいのにね。言いやすいのに。それではお聞きください。 時刻は9時23分を回っております。はい。はい、今日はテーマセデート。そうそうデートで行きたい場所。はい、えー。なっちゃきましたね。なっちゃん、うん、デートで行きたい場所がテーマなんで、えー、考えててくださいね。って聞いてるかな。聞いてない感じで、ね。<laughs> 聞いてない感じ。はい。はい。それではそれでは。はい。はい。アルご紹介します。うん、はい、えー。本名 OK 今村です。お。 今村さん、はい、そしてマウスが動かないです。これ俺自分で読みたくないな。え、ちょっと待ってください。いいよ、じゃあ。え、今日もかっこいい山内さん、ありがとうございます。今日も壊れかけのゆかち。おはようございます。おはようございます。本名 OK 今村です。ゆかち、月曜日の前は、質はギスギスやで。解散間際のチェッカーズか、謝罪会見の、木村君と仲いいぐらいやで。 ミリーが間違えると「いや何してるわ」って山内さんが言うからね「よかったねユカちゃんは愛されていてどうですかチェッカーズ解散間際なんですかねあ別のとこにそして食いつくというねでもね井中居君とね木村君は分かるけどね キムタクチェッカーズ解散ギアもあんなギスギスしてたんですよ中居君と木村君みたいに大変でしたもっとだよもっとだって表面化してもお互い文句いやったからうん大変ちょっと寂しいですねチェッカーズ世代ですか僕はあの真似してこう髪伸ばしたして平らからかふわふわ はい、続いて、ゆかちさやまちさん、おはようございます。はじめましてですって、ラジオネーム花子です。ありがとうございます。今日のテーマデートでいきたい場所、初期はドライブしながら、癒しのスポット巡りなんかいいんじゃないかな。仲良くなったらラブラム巡り、なんてね。あ、デートしたい。初期のデートで。 ドキドキしたのになあ。では頑張ってくださいということでありがとうございますありがとうございます初期のデートいいですよねいいですよねなんかそういうのはもうないのかねこの先ねどうなんでしょうねもう。あの癒しのスポット巡りはいいかもしれないですねいや自然系ってことですとかなんていうのあのパワースポットみたいなことですうーんはい どっちも織り交ぜながらだといいんじゃないですか。うん、いいです、ねぜ。なんていうの景色をこう,うん、うん、いい場所だったり。うん、確かに。ねうん、ちょっといい、ね、あの弁当作ってもらってね。お<ー>ピクニック感じで。うん、どうですか。いいですね。買っちゃいますね。<あ>でも。 あ買った方が無難だね無難ですねねこれも衝撃的な弁当を作ってこられたらいやさすがにないけどさああいう漫画みたいなでも作る人は自信ある人ですよね料理にそうなんだあ分かんないですあでも大変ですね確かにおいしくなかったらそうそうそうでも大体おいしいけどね本当においしくないってないよねあんまりないよねだってさなんていうの弁当ってうんうん そこまでこう、例えばか揚げとか、あまりね、味がこう、そうかも、お米とかって外で食べれば美味しいですもんね。そうそうそう。いいかもね。はい。そして、ありがとうございます。またぜひ来てください。花子さえ、青野軍団さん、ざいます。ざいます。はいじのよかち。はいじ。エロ同士山内。 <laughs> テーマ行きたいデートの場所、うん、この質問されたらさ、うん、今の俺なんかだったら確実に人目のつかないところってなるよね山津さん <laughs> いやいやいやどうまあねなん、まあねこの考えは昔からなんだけどさ笑い言ってかった、ねうんだそうだよねでもさこれあ初期かあれかによりますよ ま、うん、また言ってますよ初期だったらやっぱり俺はちゃんとしたこのホテルでちゃんとしたいわけ、うん、ホテルでちゃんとしたでもまあ慣れてきたら車でっつうのもありかなと思いますよ、うん、そうなんですか <laughs> 一応あれは人目につかないところだけど<ー>夜景がきれいな場所とか星がいっぱい見れる街明かりがないと、うん ところとかかなってうん、うん、あ、じゃあ僕のこの意見とはちょっと全然違いますねごめんなさいね夜景が綺麗な街明かりのないところわ、うん、かるわこれさいいよね雰囲気いいですもんねこれまさに池島とかそうですうんうん、うん、島とかそうですよねそう がないので独身の時にうん、うん、オトすオーパーな女の子とドライブデートしてうん、うん、連れて行ったのは夜の瀬俗大橋か「うんうん、お池島とかは星が綺麗に見える秋さ」ってで星座ってクイズしとかして「お、うん、いい感じになったら俺のクララが立った」って。で <laughs>、ね、山内さん。 <laughs> ああ、リクエストもいただきました。ありがとうございます。問い、うん、かけますね。ありがとうございます。<laughs> 何そこまで、うん、あのさ、うん、星座クイズの下りまではロマンチックなのよ、うん。ロマンチックだったのにね。いきなりね。うん、野獣とかして、うん、<laughs> もうね。どうですか？星座う当てクイズとかいいんじゃないですか？ そうですね多分初期とか絶対いい感じですよねいい感じだね確かにでもそうなったらクララ立っちゃいますねいい感じになったらねうんねえもう大変だよ大変だ大変だマウスはい動いてますじゃあメ読んでくださいはいご紹介しますすねはい さんです、はい、ならばドライブしたり映画を見て二人ボウリングいいですよその後仲良くなって居酒屋かな笑い分からん迷うなうんうん映画はでも見たりしますよね映画は見た方がいいね、うん、ボウリングはどうかなボウリングなんか行こっかってなったことまではあります行かなかったけどあそうなんだ、うん、ボウリングないな デートで一回も。なんか大人数でやるイメージはあります、ね。そう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 。うんうん、ボーリング自体にあんまり魅力感じないからかな。ボーリング。うん。うん。ボーリングって面白い。ボーリング。でも、なんかこう、デートしてて。うん、なんかもう、ずっとまったりすぎたら、なんかそういう。動く系もいいなってなってきたりするかもしれない。あ動く系。はい。なるほど、はい。ボーリングじゃないにしても、なんか。でもボーリング高くない。 そうでねだったらさキャッチボールとかね公園でキャッチボールバッティングとかねバッティングセンターああは楽しいですねうん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 いいんじゃない良さそうです運動とかも一緒にするのもはいそして「早見愛する」で終わってます <laughs> 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 この人さ私はでも変わる山口さんかわいいかちさん、うん、マイオアシスのお聞きの皆さんリスナーの皆さんチースチース,チーステーマ「デートで行きたい場所」はい、正直言います、うん、夜景の綺麗な高級レストランでリッチなディナーをしてそれからラブホエ大好きな人と行きてえな以上リクエスト <laughs> ウィンク愛が止まらない、うん、お願いします。わかりました、後でかけますね、うん。でも夜景の綺麗な高級レストランは、あれですよね。<ん>あの。いいはず、<え>うんうん。夜景の綺麗な高級レストラン。これなんかさ、デートの前。うん、あ、付き合う前って感じだね。あ、付き合う前。うん、こう、好印象。与える。はい。はい <laughs> <笑><笑>まあでもね、はい、例えばさその誕生日だったりうん、うん、そういったのはやりたいですね、うん、そうですね普段とかじゃなくて、うん、そうそうやっぱ普段はねうん、うん、この気さくな感じがいいんじゃないうん、うん、確か,になんかの時にもうちょっとラフなとこを言そうそうそう,そう <laughs> なんかの時にこういうちょっとおしゃれしていきますかみたいな。うんうん、いいですね、うん、確かかにクリスマスマとか いいですねクリスマスも俺あんまり出たことがないな、うん、人いっぱいだからね、うん、確かにお家でまったりして、うん、エチャエチャした方がいいな <laughs> ねうん。みんなでも似てますねそうですかはい。うん？例えばえ似てないか <laughs> ありがとうございます <laughs> はい <coughs> はいありがとうございます皆さんそうですね、うん、ありがとうございます、うん、えっとそれではですねちょっと曲行って C.M. なあとはい、えー、なっちゃんが登場します、うん、皆さんお楽しみにはい、えー、青の軍団さんリクエストですね、うん、ミスチル三百六十五日 時刻は9時40分を回りました。うん、はい。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道3 3 5号線沿いにあります FM コザのスタジオから、私、ゆかちと、山内と、あ、クランス手の夏美です。<laughs> <laughs> すいません。<laughs> <laughs> うそう、ねっちゃんさん来てくださってます。<laughs> はい、おはようございます。うん、おはようございます。<laughs> 今年初めての、<laughs> はい、ラジオ出演になりますので、皆様、明けましておめでとうございます。<ー>今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。<ー>ありがとうございます。<laughs> はいえ、白子さんコメント来ておりますねこれからナッキーで行こうかって来てますよえ、やめてください正式にお断りしましたはい今日はなちゃんの話をしましょうか今日はそうですねあのやっぱり年末年始食べ過ぎた方も多いんじゃないかと思いまして であの最近太ってきただったりとかはい、うん、やっぱり以前に比べてちょっと痩せにくくなったなだったりああでやっぱり最近沖縄はすごく寒いので寒い体が手足冷えてたりとか、うん、寒くて縮こまってしまって肩こりだったりとか、うんはい、やっぱそういうこりむくみ冷えとかが気になるという方、はい、に今日はおすすめのアロマをまた後々紹介していきますので。はいで,、はい、<laughs> であとやっぱりこの 今言った痩せにくくなったとか冷えとかむくみの原因の一つにも、うん、あのリンパの滞りが原因してると言われていますので,でリンパっていうのはやっぱりあのこの体内に溜まった不要な水分だったりとか、うん、老廃物毒素が溜まってしまって、うん、でリンパの流れが悪くなってしまってうん、うん、で不要なものが外に あの汗だったり尿だったり便が出にくくなってしまったりするのでそうするとやっぱりこの詰まってしまって血液の流れが悪くなるので顔とかもやっぱくすんでしまったりとか肌荒れを引き起こしてしまったり、うんはい、で肩こりとかもやっぱりちょっと治りにくくなったりとか、うん、であとはやっぱりこの食べ過ぎてしまった時とかにあのダイエットしようとしてもやっぱり、うん。はい あの痩せにくくなったりとか、はい、してしまうので,うでやっぱりこのちょっとむくみがひどいなっていう方は、うん、結構この水分を取りすぎてしまってるからむくんでしまうっていう方が考えてしまってる方とかも多いと思うんですよでもそれではなくて、はい、でこの全身のリンパの流れが滞ってしまっているので、うん、あの体の水分が外に出れなくなってしまって、うん、むくみを 引き起こしてしまったりとかしてるので、はい、で、そのむくみもやっぱりほ、ほったらかしてしまってしまうと。水はけが悪い体になってしまいますので、日頃からやっぱりリンパの流れを良くすることで、水はけのいい体を作ることができますので。はい、ぜひ、ねぜひ。リンパ、はい、オールハンドのリンパマッサージで、はい、あのゆっくりと。 ドドハンドゴッドハンンありがたいです、ね <laughs> はい、で優しく圧をかけながら、はい、あのその日の体質にと気分に合わせたアロマをコーディネートして、うん、リンパマッサージをしていきますので、うん、やっぱりむくみとかリンパの流れを良くするのもやっぱ、うん、ある程度圧をかけながらマッサージすることがとても効果的で,、うんうん、でまたあのこの肌と肌が触れ合っているということでンド、うん、テラピー はいと言ってよくお母さんが、はい、あの赤ちゃんを抱っこするのと同じですね肌と肌が触れ合うことによって心と体がリラックスして、うん、でこのリラックス状態の中にある時にマッサージを受けるということがとても大事なので,、はい、であとグランジュテレはとても温かい、はい、あのヒをト 遠赤外線のヒートマットで温めながらやるのでんて言うんですかね苦しくない岩盤浴に入っているような状態で、うん、オールハンドでリンパマッサージをしていくので、はいはい、とても、はい、それでうん、うん、そのまあやせやすいい体質を作っていくということう汗がだ でにくくなってるので温めながらリンパマッサージすることで今の時期あの体に溜まりやすくなっている毒素っていうのを定期的にやっぱりリンパマッサージ出すことができるので結構お客様とかは1日にあの本当に1キロぐらい汗が出たりするんです。体,体重をあのその あの測りたいっていう方は、うん、ビフォーアフターで手術前と手術後に、うん、あの体重測定をしているんですけども最高で2キロ 2>, <ー>2時間の間に汗が出て。<laughs> 2キロ痩せた方もいますねしたら2キロ分食べられるってことだね食べるのはもうあっという間に体重も増えますのでその分やっぱ不要なものがたまりすぎてしまってるとやっぱりこれだけ汗となってもうちょっと流すだけでも出てくるのでなるほどでそのリンパと合わせてアロマがいいということで今日のです 今日はおすす,、はい、おすすめのこのアロマテラピーの、はい、ハーブブレンドの小袋を今日もお持ちしたんですけども今日があの2つブレンドしてまして1つ目がサンダルウッドサンダルウッドちょっとインパクトのあるお名前ですけど、うんね、サンダルウッドはとてもあの大人っぽい香りで、うん、シャネルの5番っていう香水とかにもあの少し香りづけられたりとか。うんはい 心をとてもリラックスとしたあの状態にしてくれるので落ち着いて物事を考えることができる本当ですかうん、うん、<laughs> すごい落ち着くんですようん、うん、で緊張感とかも和らげてくれたりとかあとはあのお肌を滑らかにしてくれるので、うん、あのシミとか肌荒れ、うん 日記日とかでお悩みの方だったり男性の方でもカミソリ負けとかお肌が弱い方とかもこのサンダルウッドをブレンドしてマッサージするとお肌がすごく滑らかになるので肌に強くなります。しててきくださいまた そうですね、うん、このサンダルウッドはあのダイエット効果もありまして、うん、冷え性の方にもいいですので、うん、またこのブレンドしてマッサージするのもおすすめです、うん、1ですあの一つちょっと注意がありまして、はい、サンダルウッドはうつ状態の方はちょっと避けた方がいいです、うんはい、リラックスしすぎていろいろ考え込んでしまって<ー>いろいろすごく考えすぎてしまって っていう方はもうさらにちょっと落ち込んでしまう可能性もあります、うん、ということなのでなのでサンダルウッドだけではなくお好きなアロマをちょっとブレンドして使っていくことをおすすめします、うん、はいで3ブ,、はい、ブレンドがグレープフルーツはいこのグレープフルーツが心を明るくあのリフレッシュさせてくれるのであの、うん、これ入ってるの 入ってるんですよ。あすあそ,んそんな感じの匂いがします <laughs> そうなんです。うんうん、柑橘系の爽やかな香りなんですけど。強いのはサンダルってサンダルあ、山内さんのはちょっとサンダルとかちょっと強いかもしれないです。<laughs> 男性用に少し。<laughs> はい なので、はい、ああのグレープフルーツはこの自己嫌悪だったりとかちょっと自分が嫌になってしまったりとかうん、うん、でしてしまう時とか心がちょっと暗くなってるなーっていう時に使うこともおすすめしますのでいいですね <laughs>、はい、でまたグレープフルーツはあのダイエット作用っていうのがありまして血液とリンパの流れをスムーズに良くしてくれる効果があるのでまたあの脂肪を燃焼。 はい、しやすくする効果もあるので、うん、ぜひぜひ皆様 <laughs>、はい、<laughs> ダイエットしたい時は、はいはい、おすすめです <laughs> フルー,ーツフルーツじゃあ、はい、ちょっとここでですね紹介ししていいいいですかはい、お願いしますえっと「グランジュテ」のお客様の声 はいえー、立ち仕事で悩んでいた下半身のむくみがすっきりしました、夏美さんの丁寧なカウンセリングと施術で、はい、心も体も癒されました、お店の雰囲気がとても良くて大満足ですということです、ね、ありが、とうございますこちらの方はですねもう,、うん、もう長年、何十年と美容師さんをされている、うん、お客様で、うもうずっと立ち仕事で足元もすごく冷えちゃうというお客様しでしどで、はい えー、そして、そして続いて、はい、あと1個紹介しようかな、はい、えと20代の方、埼玉県の方、えー、夏美さんの施術、最高でした、始まる前から終わった後まで、ま美容のことや私の体のどの部分に問題があるかなど、詳しく教えてくれ、マッサージの技術以外にも来てよかったと思えるポイントがたくさんありましたよ。 沖縄に来たときはまたお世話になりたいです。よろしくお願いします。ということではいありがとうございます。こちらの方もあの下半身が特に気になるという方だったんですけどもやはりこのセルライトとかあのちょっと、うん 下半身太ってることが気になるなっていう方はやっぱり冷たたくなってたりすするんですよ、うん、冷えていたりセルライトがある場所にやっぱり太りやすくなったりとか、うん、脂肪がついちゃうのでなるほどそしてなっちゃんのここがすごいというのを僕が。 うん、僕なりにまとめてますあ。ありがとうございます。<laughs> オールハンドの丁寧な施術に,、はい、施術により、施<術> <laughs> リンパの淀み、はい、老廃物を流します。これは当然ですね。体のだるさ、はいえー、首や肩の凝り、冷え症、腰痛がもともとから改善されますよ。うん、ヘイシャルのリンパ流しマッサージは8歳若,若見えの、えー、速効技。うん、極上の 店内は完全個室セキュリティ完備の癒しの空間ですぜひぜひ来てくださいポイントが体質改善若返り効果リフトアップということでもう若返りますからねそれでねもう心身ともにこうリフレッシュできたら最高ですねということでお店の案内はいはい では、えー、グランジュテのショップ案内をさせていただきますはいコリンザから徒歩1分中央パークアビニュー通りにございますブティックゼストさんのお二階に当サロンはございます大人の隠れ家的サロングランジュテオールハンドのアロマリンパマッサージであなたを極上の癒し空間へと誘いますよご予約お問い合わせは098-937-1992937-1992 沖縄アロマグランジュテで検索してください。はい、ありがとうございます。そしてですね、なっちゃんも時間がなくて、そのまま演劇。お邪魔します。いえいえ、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 いえ。時間配分が減っただわけ。で、あの、あれですね。今日のテーマ、もうね、みんな早く家みたいな感じなんですね。今日のテーマ。はい。 デート行くんんだったらどな場所もうど定番なんですけども私なりに考えたのは美ら海水族館に行ってみたいなと。行ったことないいのは昔高校生の時に修学修学旅行じゃない遠足では行ったんですけど高校卒業後ずっと本土の方に関西の方に私はいたのではい。 なので沖縄でゆっくりデートっていうのなかなかないので、美ら海水族館で観光客気分になりたいです<ー> <laughs> はい。えー いいですか僕とだったら裏まで入れます。えそうなんですかあれネットで検索したところによると誰でも入れると。さすがですね。行ってみたいなと思って検索済みです。ル来ておりますありがとうございました。リクエストアザスミスチルの365日星見ながら聞いたらキュンキュン来るんじゃない 君に触れたい、心に寄与したい、えー、君より深い場所で君と出会いたい。桜井さんの声だからキュンキュンくるけど、手っ取り早く行ったらエッチしたいって言ってるからね、かっこ笑い。ドン引きオフタノーコメントで。<laughs> ノーコメントで。はははいはい、はい <laughs> ということで、ありがとうございます。本当ですね、桜井さんだからそう言うんでな。うん これ俺の声だったらもう、バッシングですよ。うん、<laughs> ねえ、もうみんな、あれですよね。あれですね。はい、今日もあっという間のお時間にしたね、楽しかったね、うんはい。楽しかったです。えー、この後十10時からは、からラジ SOS ネット、11時からは、宮島し一のレッツゴーツーザムービーをお送りします、はい。そしてエンディングナンバーですね、かっちゃんのリクエストですね。うんかっちゃん えー、ウインクで愛が止まらない、うん、はい、かけながらですはい、はい、そうです <laughs> 10月ではないですね1月20 <laughs> この前までよな。この前も10月になってました。さまよってますよね。時空を。軸。ゼロ一が十にえたんですかね。そうそう。軸をさまよってる。常に常はい。一月二十八日今日のマイワシスもこれまでです。今日も皆さんたくさんのメールリクエストありがとうございます。ありがとうございます。そして青野君のですまた最後駆け込み戻ってこいは。 来いって。あ、軸様やってるから。とあとドン引きしたでしょあなたが。あそうね。そ青の軍団さん。なっちゃい引きつってますよ軍団さんどうする。そうですよ可愛いなっちゃんなっちゃんさんが。はいありがとうございます。はい楽しかったです。はい。またあれ切れちゃいました。 Oh, <laughs> <laughs>